はい、えー、それでは、今回は、株式会社フリーウィル代表取締役の浅場俊之さんにお話を伺いたいと思います。浅場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、フリーウィル自由意志ですね。まあ、それを中心に持ちながら、本当にこう、クラウドファンディングや動画映像制作など、まあ、幅広く活躍されていらっしゃる浅場さんになるんですけれども、はい。では、早速になりますが、浅場さんの夢やビジョンについてお聞かせください。 えっと、はい、じゃあ,あの、改めてよろしくお願いいたします。<laughs> えっと、夢やビジョンってことなんですけど、最終的にそのいろんな事業をやっている、その、まあ、目標というか、ゴールなんですけど、はい、自分がその思い描いているのが、19歳のにまに、まあ、世界中、バックパッカーさせていただく機会があったので、はいえっと、それで世界中見たときに、価値観って本当に日本だけじゃないなって、すごく痛感する出来事がたくさんあって、はい、でそこですごい思ったのが、まあ、 結構こうアドバンテージある国で生まれるとまあ自由にいろんなことができるきっかけを得たりとか、はい、で貧困地域で生まれた人たちが、はい、なかなかそういうなんか自分たちの選択が限られたりとか、はい、えっとしてる姿を見る一方でも豊かさだけで考えたら自由度が多いはずなのになぜか 僕らの方が幸せの密度が低かったりするところもちょっと感じられたりとかしたんですよね。うん。だから幸せの定義って必ずしも国の豊かさにはつながってこないなと。貧困地域でも、例えば家族をすごく大事にしてたりとか、その地域の敷地帯とか村をすごく愛してる人たちがいたりとかすると、その人たち見ると結構こう幸せそうに生きてるんですよね。うん、だから 幸せの定義についてすごい考えるきっかけがその19歳だったんですが、まあ一番僕にとっての幸せを考えたときに、こうなるともっと多分世の中、あのー、変な争いとか、あのー、まあ他人よりこう優越をつけて生きていかなくてもいいんじゃないかって思える、そういう考え方がまさにフリーウィルっていう言葉だったんですけど、まあ、スティーブ・ジョブズ風に言うとね、はい、フォロー・イヤ・ハートなんですけど、自分が愛してるものとか、自分が本当にこれを実現したいなっていう。 そういう自分のなりたい、その本当に心に従って生きることみたいなことが全世界でこう、まあ普通にできるようになっていったら、多分なんかそんな簡単に自分の心に従って争いを起こそうという人はあまりいないと思うので、やっぱりそれが一つ大きな答えにつながっていくんじゃないかって思ってますと。ちょっとまあビジョンとしてはね、あのごめんなさい、あの伝わるかどうかわかんないですけど、まあ人一人が自由意志にこう生きれる世界観、そこには国とか、 えーまあうん、なんか宗教とかいろんなものが関係するのではなくて自分は何したいのか何になりたいのか何を愛してるのかっていうそういう基準で物事が判断できる世界を作っていきたいですよね。 はい、いやすごいですね、なんかすごく人間に対する見方が、それだけいろいろ世界を見てきたけど、なんか人間に対する見方がすごくこう美しく見てるんだなっていうふうに思いまして、すごいですね、だからこそやはりその自由意志で本来の心に沿って生きることが、本当、その人にとっても最高だし、うん、お互いにとって最高になっていけるっていうふうに思ってらっしゃるんだろうなと思って、そうです、ね、あ素晴らしいなと思いましたね。うんまあ というのも、だから、世界中で僕を助けてくれる人たち、僕よりよっぽどお金持ってない人たちが、はいうん、無料でご、まあ、食事を提供してくれたりとか、普通に宿泊先を提供してくれたり、はい、あのもう散々19歳の本当、言葉もわからない僕を助けてくれる人たちは、もう、どの民族でも必ずいて、だから、いい人も悪い人も当然いるんだけど、うん、満たされてない人とか、幸せじゃない人はやっぱり悪いことを起こしてしまうっていう、その前提を見たので。うんうん 満たされてる人たちはね、人のために生きたいという人のがすごい多かったから、はい。だから生前説だと思いましたそこは。うん。なるほど。満たしやっぱ心が満たされるっていうことがすごく大事ですし、あとはそのそこはやっぱりフリービル自由意志でまとめられたのはどういう思いなんですかね。ある意味そういうの結構愛とかあの、うん、もっと。 違う、なんか別の単語に当てはめなこともいらっしゃるかと思うんですけど、あり、うん、のままとかですね、そうで,すねでもその自由意志っていうのがフリービルっていうのが結構、あのやっぱインパクトがあるなと思いまして、そうですね、はい、まあそれちょっとさっきもね、あの軽くお話で言っちゃったんですけど。 さまざまなその本を読んでて、はい、えと結局人生この現世で何を、えー、と成し遂げるべきなのかという生き方についていろんな、まあ、本を読んでこう勉強させてもらったりとか、はい、アメリカの留学を15歳の時にさせてもらったので、はい、アメリカの教育はあなたはどうやれば豊かに暮らせますか生きれますかっていう授業は結構ウェルビーイングであったんですよね、うん、なだからウェルネスウェルビーングっていう考え方がそもそもアメリカの教育の中には入り込んでて。 はい、だから詩の朗読シェイクスピアを全部覚えなきゃいけないとかエドガー・ランポとかアーサー・ミラーとか全部覚えなきゃいけないんですよね。はい、でもその詩の向こう側にあるものって何だろうかって言ったら、うんうん、詩って当然だけど愛とかすごくこう感情とか、はい、そういう五感に訴えるものだと思うんですけどその先にあるものはやっぱりすごく美しい生き方とか人生とか、はいうん、そういう豊かさなんですよね。<laughs> うん、だから、えっと、なんかそういうものを教育で学んできたという背景と、やっぱりその自由意志っていう言葉に出会ったそのインパクト、やっぱり僕もすごく大きかったんですよね。で、それで学術中、いろんなデフィニションがあって、えっと、自由意志とはっていうことに対する、はい、まあ反論する人もいるんですけど、うん、ただ、まあ、ジョブスの言い方で言えば、フォロー・ユア・ハートでもっと柔らかい言い方になってますけど、 うん、あの単純に自分の意思に従って生きる人生って当然だけど誰のせいでもないし全部自信持って自分で選択していかなきゃいけないことだから、うん、責任も伴いますよねだから愛っていうのはとても難しい定義なので、うん、自由意思の方が僕にとっては分かりやすかったっていう単純にそういうことなんだけどもう言葉は何でもいいんですよね愛でもハートでも自由意思でもでも言ってることはみんな同じだと思います。だから うん、そういう人間本来持ってる尊厳とか、えーとまあ、権利それは誰からもそのコントロールされて生きるのではなくて実際自分たちは本当にこう解き放れたその権利があるんだとしたらそれは自分の意思に従って生きることだと思うから。 うん、だからそれで初めてこう自分の意思で歩んだ道で得た経験値ってかけがえのないものだっていう経験値があるのでだからそれは自分の意思に沿って動くことが、ね、やっぱり重要なんだってことをすごい感じたわけですね。うん、うん いやありがとうございます本当、誰もがフリーで自由意志を持って自らの、ね、心に沿って生きていくことができる、まあ、そういうふうなあの、それが当たり前になるような、まあ、未来へ向けてとていうことなんですけども、うん、まあそこへ向けての目標や計画というと、どういったところを考えていらっしゃるんでしょうか。はい、まず今、事業でクラウドファンディングって、先ほどもちょっとご紹介ありましたけど、はい、サービスを作りましたと。で、クラウドファンディングは実はクラウドファンディングを作りたくて作ったんではなくて。 えと単純に人材に対して課金ができる仕組みをしたか、はい、作りたかったんですよ。<laughs> はい、自由意志に生きれる子が、えー、いたとして才能豊かで今サッカーワールドカップ開催中ですけどサッカーがめちゃくちゃこう才能ある子がいるとしますよね、はいえー。ただその子は貧困の地域で生まれてて例えばですけど、えー、と親もいないってなった場合サッカーを続けることがなかなか難しかったりしますし。はい 放っておくと12歳13歳歳でストリートチルドレンの場合は、えー、と売春宿に、ねえー、と持ってかれたりとかですね人身売買に使われたりとかするんですよ実際まだ。はい、でそういう、まあ、貧困地域も見させてもらったしそうじゃなくても本当に日本でもいいんですよ日本の例えば長野県の、えー、と山の奥に暮らしてる子がものすごく才能豊かな子が1人いますってなった時になんか。 世の中全体が応援できる仕組みがあってもいいなって思ってで、それがもっとカジュアルに気軽にできる仕組みが欲しいと思ったんですね。なるほどで、ゲーム感覚である意味できたら、ユーザーは、えー、ときっとそれをいいことしてるとか、なんか偽善ぶった理由を作らなくていいっていうか、ですね自分が楽しいからその子に課金するって仕組みができたら、すごく面白いなと思ったので。うん はい、なので、えっと、一方では人材に対する課金する仕組み、才能に対する才能課金ができる仕組みが一つ欲しかったのと、もう一方ではユーザーが何らかのリワードをそれで得られる仕組み、うんはい、課金をしたときにエンターテインメント性がもらえたりとか、その子が成長する記録がもらえたりとか、え実際にサッカーの選手になってくれたら、一番最初の、えー、と席は自分がいつも確保できるとかですね、うん、そういうリワードが設計できたら、 すごく面白い世の中の、えーまあ、仕組みが作れるなと思ったので人材に対するゲームのキャラクターに課金する人はいっぱいいるんだけどリアルな人材に課金するって仕組みがあったらもっと豊かになるよねっていうことで結果クラウドファンディングになったんですよね。なるほど <laughs>、はい、だから仕組みとして新しててすぎちゃって <laughs> えっと技術上全部でできることは分かったんです 5G のテクノロジーを使うと、す、え、べ、っと、て実現可能なんだけど、世の中一般的に認識されないので、分かりやすくクラウドファンディングっていう言い方してますけど、そういうものを一つ作りたいっていうことですね。もう一つちょっと今やっているものが、はい、えっとエシカルオンラインサービスっていうことで、エシカルマーケットっていうものをウェブ上で今開いてまして、 日本の文化伝統とかですね、先進性のすごく高いもの、世の中に、要は後世に伝えたいプロダクトっていう定義を僕らエシカルっていう定義にしてるんですけど、はい、えと後世に伝えたいものを日本中から集めて、それをグローバルに展開していきたいんですね。はい、これもテルズマーケットっていうことで、伝えることを最初にするっていうことで、売ることよりも伝えること。なのでテルズなんですけど、 えっと、このサービスを、えっと、今もローンチしまして、えっと、今年の9月9日にグランドオープンしてるから一応もう動いてはいます。はいはい、なのでこれは今後グローバルに展開していくんですがこの日本の先進性ってものすごく自由意志なんですよ。あの素晴らしい、まあ、品物がたくさんあって歴史も深いしその土地,に、えっとまあ、土地によって全然違う歴史と文化があって。 で日本も島国なのでいろんな多文化が来ててそれがまあ古事記という文献のベースのものなのかその以前のものなのかってことで全然またプロダクトに反映し方が全然変わってくるんですよね。でそのえっと、もう古くから言ったらもう縄文時代の精神性が <laughs> 結構面白いんですけど、えっと、争いのなかった時代が縄文時代でその頃にすごく大切にした考え方は今の現代にもプロダクトとして、えっと、その培われてたりとかするんで。 その辺のバックストーリーってもっと掘り下げて世界に配信したらめちゃくちゃ面白いよねと。うんうん、で、その精神性を豊かに考える国々っていうのは、例えば、えー、と同じように、えー、とヨーロッパ各地では文化をすごく大事にしてますから、はいうん、イタリアにちょうど我々の、えー、とテルズマーケットで扱っている金継ぎのプロダクトがあるんですが、今ちょうどその金継ぎの先生がバチカン・ローマ法王に呼ばれて、はい、金継ぎのレッスンを日本国として初めて。 金継ぎが芸術かつ文化的価値があるということで認められてバチカンに呼ばれて今言ってますちょうど今このタイミングでだからヨーロッパはもうとっくに分かってる、えー、とその文化精神性それを何代何代100年以上続けてくることが国の強さ人の豊かさにつながる うん、でそれをないがしろにしてしまってはだめだし、えっと、それをで自分たちのアイデンティティにつながることを大切にしていかないと真の自由とか、えっとまあ、その真の,その幸せ豊かさっていうのはやっぱり継続できていかないだろうってこと多分彼らはもうとっくの昔から気づいてるんですよねだから、まあ、サービスやっててすごく一つだけちょっと加えると感じるのは日本の,その精神性の高い伝統文化から生まれた工芸の技術は うん、あんまり大きい声では言えないけど、世界中のハイブラウンド、皆さんが知っているハイブラウンドがそれを活用してますよね。そうですね。だから、日本が、うん、日本人の我々がそこを注視して、すごく大事にしていないにもかかわらず、世界はそれを一番大事なものとして扱ってくれている。まあ、この辺の差をやっぱり生まないとですね。 あのステップとして、まあ、僕個人で自由意志を持ってあの過ごしていきたいっていうビジョンがあるんですけど自分の豊かさを考えたら自分の身近にある歴史ルーツが消え去るのは許されないことだと思うしう、ね、えと自分の国という、まあ、国はあまりこうお国っていうような考え方を持ってませんが自分の生まれたルーツとして、えー、とその先進性はやっぱり次世代に受け継いでいきたいっていうこの世代で終わらせてはダメっていうその責任感をものすごく感じるし やっぱり日本の精神性って世界にすごく示せるものがたくさんあると思うので、そこを世界に配信するってことをしていかないと、うん、現代の我々の年代の役割って果たせてないなってすごく思うから、そこはステップとして、まずプロダクト、うん、EC サイトでそれを展開していくのと、まあ、メディアを使っていくのと、まあ、クラウドファウンディングみたいな仕組みも作っていきたいので、だからやりたいことをいっぱいやりすぎてですね。そうですね。一言じゃ語られ語れれないい <laughs> ありがとうございますでもなんかすごくやはりこう、ね、伝統的なものをそれ対絶えさずでもかつ未来をも、ね、同時に切り開いていくといういやすごくあの本当一貫していらっしゃるなというふうに感じましたねそうした夢ビジョンをこう、ね、計画を具現化させていくための活動指針や実践行動というとどういったところなんでしょうかえっと活動指針ですか。<laughs> 日々大事にして取り組んでらっしゃることですねもう簡単な話なんですけど、はいえっと、会社の組織作りっていうところに言うともう身近なところなんですが資金調達はまず一切しない <laughs> <ー>で,、はいはい、で要は株主資本主義っていう資本主義の限界を感じてますので<ー>儲けたお金を株主に還元するんじゃなくて社会に還元するっていう仕組みができたら、はい、日本は多分世界で一番 SDGs ができる会,あの会社が増えますね。 まあ、というのも、IT を理解すると、まあ、うち IT 企業なんですけど、<laughs> この辺をよく理解すると、日本ほどポイントを使っている国はあまりないんですよ。で、このポイントっていうのは仮想通貨なんですね、簡単に言うと。うん、今の現代風に例えると。はい、で、その、えっと、仮想通貨分っていうのは、えっと、本来100円で買い物したものに対して1ポイントつくわけじゃないですか。はい <laughs> だから、その1ポイントも株主のものじゃなくて、その1ポイント分が社会のものであった場合、うん、ポイント、これだけ使っている国なので、ポイントを使わずに執行した部分がすべて森の苗木に変わるとか、森に変わっていくとかですね、はいはい、プラスチックに変わるってやったら、世界で一番森を増やせる国になることは間違いないですね。だから、えっと、エコノミーと IT とその仕組みを理解して作ってしまえばいいので、しかもそれを改ざんできない仕組み。 うん、改ざんとかコントロールしたりとか、えーと、プラットフォーマー側がそれをコントロールできるっていう仕組みを作らなければいいわけなんですが、それがブロックチェーンという技術になってくるわけなんで、うん、なるほどそうだからその仕組みを全部理解してやり方を覚えたら、今度、組織のあり方なんですが、それは資金調達やっていてはダメなんですよね、僕の中では。あ<ー>や,やっていてももちろんその、えー、と株主とか投資家が素晴らしい人たちだったら話は変わってくるんですけど、 要は、えっと、営利目的の株式会社を作るというよりも、社会的課題を解決する、まあ、それをファーストにする、要はソーシャル、まあ、ビジネスだとか、ゼブラカンパニーと言われる分野になりますけど、そもそも日本ってそういう精神性の高い会社ばっかりだったはずなんですよ、戦後。うんうん、社会のために、日本の、えっと、発展のためにって頑張ってきた、そういう、まあ、なんていうのか、先人たちがたくさん有名な起業家がたくさんいた国でし,したからね。いつの間にか まああのまあ、アメリカ資本主義といいますかね欧米型になっていって売買ゲームになってお金を追いかければ幸せにつながるっていう錯覚を僕らどっかのタイミングでしたんですがお金を追いかけても誰一人として幸せになってないじゃないですかっていうのはもうこの答えが出てますよね。だからこれがうん世界規模で、えーとまあ、今その答えがだんだん出たから。 まあ国連ではそれをグレートリセットしなきゃいけないとなったし、うんで、ステークホルダー資本主義っていう新しい定義に変わったわけなので、だからあの日々大事にしているポイントっていうのは、会社を作りますって言ったら、えー、とまず株主のために働く会社は僕は作りたくない。うん、でもっと言うと、その営利目的で、えー、とやった事業の売り上げの部分を。 還元する仕組みにしなきゃいけないので、経営者が全部持っていってしまっては意味がない、株主が全部持っていってしまっては意味ないから、完全なフラット型の組織を作らなきゃいけないんですよ。なるほど、まあ、いろいろ課題はあるんですがあの、ごめんなさい、ちょっと話長くなるんで、この辺にしときますけど。いはい、はい、あのーはい、ありがとうございます、はい はい、<laughs> なんか、いやもうめちゃくちゃいろいろお聞きしたいんですけど、でも本当にこうね、<laughs> はい、鋭利のものではなくて、とこういかにこう、ね、売り上げたその利益も社会に還元していくのか、はい、まあそれが本当、誰もがフリービルを持ったベースだったら、とそういうフラットな組織もまあできるっていうふうに、そこを邁進されてらっしゃるのかなというふうに感じましたね、はいはい。ありがとうございます まあこれね、本当にあのもう人間の可能性を本当、無限大見てらっしゃるなと思うんですけど、<laughs> はい、まあこういった夢ビジョンを持つように立った、あのまあ、一番大きなきっかけ発見ですね、まあ、その19歳の頃のバックパッカーの話とかもありますけど、まあ、たくさんの人生経験がある中で、本当に今のこの,あの浅場さんを作れた一点はこれだなと思うあのきっかけ発見はったどういったところなんでしょうか。はい、まあこ,れこれはもう単純にあ聞こえますあ聞こえてますはい あすみません、もう単純に全然大した話はできないんですが、これは子どもの頃に、例えば星を見て、はい、あの星は何があの、まあ何、あの星の中には何があるのかなとか、はい、宇宙を見たときに、あの先には何があるのだろうかって、子どもならみんな考えるじゃないですか。はい <laughs> だから、星を見る少年がそのまま大人になることを忘れてないってだけなんですよね。うん、はあ、<laughs> だから。なるほど。そう。だから単純に自分の理想とか、えっと、僕の信じる世界はこうであってほしいとか、で、それが偽善ぶった話ではなくて、汚いものも当然あるんですが、うん、まあ、全部ひっくるめて、それが人間なので、うん。 でも人間の可能性考えたら、自分が見てみたいものって、2050年新しい資本主義が来たときに、今 Web3.0 とか言われてますけど、Web3.0、うん、4.0、5.0になったとき、今の働き方ま、まるっきり変わるんですよ。うん、これは誰が何と言おうと、僕らが生きてる間に資本主義が変わろうとしてるわけですよ、今。うんはい、だから、お金のために働くなくなった人類は、ベーシックインカム等々が揃った世界で、人間はじゃあ何のために働きますかっていう。 その次の世界の精神性のレベルがもし高まったときに人間ってどこに向かうんだろうはできれば生きてる間に見てみたいですよね。うん、お金のために働かなくなる社会、はいうん。お金のために転職するのではなくて、うん <laughs> うん、自分の、まあそんななかなか難しいんですけど、ただ、 技術的にもえ考え方的にも多分そこまではもうとっくに到達しますと。うんうん、で、えっと、全部実現可能な形になるんだけど、市民のレベルとリテラシーはそこまで上がってこないんだけど。うん、だから僕が少年だった時に、海の底には何があるんだろうとかですね、うんまあ、宇宙の先には何があるんだろうっていう、この好奇心、<ー>これが多分人類に与えられた、人間に与えられた最大の。 才能なのかとしたら、僕はその才能を、要はあの好奇心という才能を、他の動物は持ってるかもしれないけど、人間以上にその好奇心を追求できないですからね。だから、そういう、なんていうかな、純粋な気持ちで、その先が見てみたいんですよね。うん、いそれ、確かに、いやもうそのままない、今のあざな感じがそ<う>、<laughs> すごくしましたけれども。う 障害とか考えないです。<laughs> その先曲がり角があったら曲がり角の向こうってどうなってんだろうって見てみたいわけですよね。なるほどですね、うん、ちなみにあのそういうふうな、ね、好奇心が、ね、宇宙の向こうに、ね、星の中は何てその好奇心、最大の才能を持つようになってたのはどういった背景なんですかね。やはりそういう家庭環境とか何かそういうなんか、ね、こういうきっかけがあったと<ー>はい。どういった背景ですか、ね そうですねこれはもう全然、これもちょっとここからはもうマイナスな話になりがちなんですが、はいえっと、要は僕、全然恵まれた環境で生まれたとか、特別な人では全くなくて、生まれが先ほどの長野県で、ではい、15歳まで本当にこう大変な勉強できない、どうしようもない暴れん坊だった時代があったので、でその子がアメリカ留学をさせてもらえたんですよね、まあ、親ももうこれ以上、あなた、日本にとどまったら、多分のたれ死ぬってことで <laughs> すごいですね、15歳にして。 そうでインターネットのない時代にまさに苦労して僕もいやアメリカは絶対行ってやるって思ってたので,あ<ー>で、まあ、映像の、ね、お話もありましたけど、まあ、フィルムの勉強をちょっとしに行ったっていうこともあって、えーとまあ、そういう意味でこうアメリカにと単身で行くわけですが、はい、もうその時に世界の大きさと自分のちっぽけさと<ー>もう自分のスーツケースの中には辞書をこう抱えていくわけですけど、はい、<laughs> もうスマホ一台で済む時代じゃないので。 はい、とんでもない荷物の量を持って行って、えー、そこでも人生がすごい変わったんですよね。<ー>で,はい、で、勉強の面白さと、生きることの意味みたいなことがアメリカの教育の中ではびっちりやってたので、あ<ー>あの私立のたまたまいい高校だったのかもしれませんがあ、はいあの、その高校の教育が素晴らしかったんですよね。だから教育が答えだは分かりました、そこで。15歳でも遅くなかったんですよね。はいうん だから、多分最終的な僕の授業の目標は教育授業に移っていくんですけど、うん、でも教育がやっぱりすべての鍵だってことは分かったんですよ。そこは実体験ですごい感じたものただ、やっぱりその時も大学行けって先生たちに言われたんだけど、もともと落第生なんで、大学なんて僕なんか行ける身分じゃないって思ってるところもあったから。 あのまあ、そのあ後ちょっと大学多少行くんですけどねあのその前にバックパックを選んで、まあ、19歳で世界を見に行ったっていう流れなんですが何だっけ質問そういやすごいそのね好奇心を持つのに至った背景なんで <laughs>、はい、よくそのでもね本当その中で好奇心を潰さずになんか持ち続けてアメリカまでね やっぱり行けたのがやっぱすごいすごいですね、はい。アメリカまで行っちゃったりとか、もう自分ではもうどうしようもない排水の陣みたいな状況になった時って、敗水の陣。<laughs> 乗り越えた時にとんでもない経験値が得られるのと自信がつくんですよね。で一度でもその排水の陣を味わった人生は乗り越えられちゃったらこの先ちょっと見てみたいなって思うと思うんですよ。 これ乗り越えられたらもっとできるんじゃないかって思えると思うんですよね。うん、現代はものすごくそれが足りてない世の中全体的に窮地に追い込まれるなんてことがほぼないじゃないですか。はい、留学者って l i n e 一本で無料電話できますからね。そうですねだからそうでもこれはだから僕のすごくこう矛盾があるんですけど、はい、あのヒトラーが <laughs> そういう名言残してるんですよね。うん 戦争は人を育てるけど平和は人をボケさせるっていうですね。うんうん、でまあ多分哲学者だったんでしょうね彼のやったことはもう良くないですけどでもやっぱりその答えはすごく見えてたんだと思うんですけどあのやっぱり窮地に追い込まれるじゃないですけど自分をやっぱり変えるためには場所環境をやっぱりどこまで追い込むかってことを、えっと、ある程度課さないと成長ってなかなかできないんだなっていうのはすごく感じました。うん いやありがとうごっちっすまいえいえ、ご自身のね、もう本当、すごい人生ストーリーで、あの本当に好奇心からそのままね、あの持たれたような浅場さんですけれども、<laughs> やはりその中でも本当、排水の陣に追い込まれてで、そこでやはり潰れなかったので、やはりそこで超えてこられたからですし、やはりその超えた先に見たのほど人間のフリーウィル。 やっぱそこのそれだけやってきてやっぱりっでね、うんえー、でも結論が当に人間のフリービューに行かれてるっていうのがほんとすごいミッションがあるしあのそういうふうに人間の美しさを見ていただけてるっていうのがすごくあの今の人間たちにとってのむしろあの勇気あるメッセージだなというふうに感じました。<laughs> はいはい、それでは最後に読者への一言メッセージをお願いいたします。 はいあのー、現代の今この時代もうそのウェブ3 0とかですねちょっとでもかじってる人はわかると思うんですけどもう資本主義社会が今変わろうとしてるんですよねでネクスト資本主義でも時代の変換もうこれ転換するのはまずほぼ間違いないと僕は思ってるしその先の、えー、未来をまた同じように自分たちの子どもたちに えと働き尽くしの人生観を与えるのか、お金を、えー、と目的とした人生にさせるのか、うん、この資本主義、何百年か続いた中で、あのー、次の世代に渡すその世界観というのは、僕らが今、こうピクチャーを彩らなきゃいけないので、そこの責任はぜひみんなで考えた、その大人としての責任を果たしていきたいなってすごく思うので、でその先を一緒に見てみたいですよね。 だから、うん、ただのきれい事を言ってるっていうことで鼻で笑う時代はもう終わったんですよ。コロナがそれを示したので、うん、それでみんなの意識も大きく変わったし、地球全体がかつてないぐらい同じ方向に向かって動いてるのは、もうこの時代が初めてですよ、ね、人類史上。うんうん、あのみんなで地球環境を良くしないといけないよねと、資本主義の限界を感じてるよね、宗教や国の国境を越えてですね、同じ。 共通した考え方を持って動いているのは、この現代が多分人類史上初めてなんだと思うんですよね。だから大きなエネルギーとなって多分動いていくことになるので、まあ、そこで自分たちの役割とか、あともう一つは自分の大切にしてきたものっていうのをもう一回見直してもらって、その大切なものをちゃんとどうやれば守れるのかを考えていくと、多分次世代に渡す未来って変わってくるんだろうなって思います。はいいととうことで はい、ありがとうございます。本当、一つになってやっていきたいなと思いました。はい、はいえー。それでは今回は株式会社フリービル代表取締役の浅場俊之さんにお話を伺いました。はい、浅場さん、<laughs> ありがとうございました。<laughs> はい、すみません、長々とありがとうございました。ありがとうございました。